Okay. Oh. Chopper 出たね。They're gone. Securing A. 危ない。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。じゃあ、おーっと危ない。今回は、初期 AR の XM4 を使っていきたいと思います。おー、敵の勢いすごいね。ちょっと早速 B どうかな？このマップはね、真ん中に飛行機があるんですけど、味方が B 取ってくれたね。ナイス。で、飛行機の中すごいね、狭いので、AR で入ってくるのはちょっと難しいから、ちょっと外周しっかり固めていこうかな。うん。来ないね。この AR は、まあ、BO4 でいう ICR 的な、まあ、低反動で、まあ、威力はそんな高くない武器なんだけど、まあ、全然ね、中距離、遠距離で使う分には、火力負けしてますけど火力負けしましたね、今。まあ、そんな時もある。中遠で使う分には全然強いです。頭足抜くはね、得意なんで、こうやって。よし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 。で、左側かな？お、今倒せたんや。で、トロフィー焚いていきましょう、どんどん。序盤はね、フラジャケとか、タクティカルマスクですね、投げ物を防ぐ系のパークが出てないので、まあ、トロフィーをね、どんどん焚いていくのがいいと思います。うん。そっちいたよね。わかってる。おっと？中入ってきたか？リロードは完了しておいて。ほんとナイス。まだいるな、飛行機の中。もうほんと飛行機の中な。入ってくるの難しいんだよな、この武器で。外周どっかやれないかな。取られてるね。やだな、こんな中。壁抜きできないかな。なんか今壁抜きできそうだった。できてる？これ、できてる？あ、味方倒してくれた。できてたっぽいね。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。で、後ろ、なんか突破されてるな。ナイスかば？よしよしよし。で、あの頭足来るね。一枚、もう一枚来るんじゃないか？なるほど。あそこね。もう一回来るんじゃない？ダブルクリー来た。いい、ナイス。ここいいね。よしよしよし。今作の AR の立ち回りとしてはね、まあ、スライディングが弱体化された、プラス、まずね、キルタイムですね。キルタイムの遅さと、回復速度の遅さがあって、正直ね、モダンオフェアのようにスライディング使って突るって動きはかなり難しくなってます。なので、本当昔ながらの COG スタイル、しっかりと構えて、あらかじめしっかり構えておくっていう動きの方が刺さるかな、今のところ。ただ、もし今後ね、新しいスライディング方法が見つかってきたら、また話は変わってくると思うんですけど、誰も釣ってない、これ。誰も釣って、お、リスポーン変わってる。リスポーン変わってるよ、これ。OK？ お？チョッパー出たね。危ない。よし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 。で、チョッパー出して、この頭足使ってみようか。ちょっと見える、ちょっと見える。オッケー。しっかり立ち回っていくよ。あのキューブ抜けちゃうのがこの AR。オッケー。弾がなくなってきたな。どうしようかな。ナイス。弾がない。弾切れ。誰か、弾ちょうだい。あ、そうだ。こそ、ここにね、弾薬ボックスあるんだ。神。回収神。中入ってきてるな。だけど、この武器だと、難しいぞ。味方が C 取ってるから、アルファ湧きするから。おっと、ハーフタイム。いいですね。今、何連続キルできてるかな。もう1万スコア超えてるんだかもう1万スコア超えてる。さあ、後半戦ですね。
いや、このマップ、視認性良くてめちゃくちゃ好き。おっと、まさかのスナイパー出してきたか。まあ、さっきはね、B 味方さんが取ってくれたおかげですごくプレイしやすかったな。下はいない？大丈夫かな？上登って。どうだろう。回復して。もう一枚やって、さすがにこれ体力回復しきらないと、次勝てないな。顔出してきてほしいな、これ。よしよし。こうやってちょろって入って顔出させて、中入るのがいいかもしれん。おー、強い。B 取られちゃうと一気にきついね。本作の迷彩解除ね、あんまノーアタッチメントで、ノーアタで何キルとかそういう難しいことがないので、普通にプレイしてたら迷彩解除終わったりしますね。だから結構便利。なんか後ろに1枚だけ赤点があるんだよな。なんだろそれ。2枚ぐらい赤点ないかこれ。なんかおかしいぞ。俺全然こっち出てこないね。何してんだこんなとこれ。もう一人おる。あー惜しいな今の。ちょっとどうなってるんだこれ敵さんの動き。これ B 取れるかな。中に1枚だけいるっぽいね。で A サイドから来るから、わーお、なんだ今の。じゃ、後半戦、流れが悪いよ。バースト武器だったかな、今の。あ、フラグで倒せたかな。よしよしよし。で、頭足ポジしっかり取って、多分その辺来ると思うんだけど。お、なんか高台にいる。オッケー。あの距離倒すじゃんだ。あれ？まあ B は取れたんで。なんか敵さん出てこないね。わーお、マジか、今の負ける。UAV は出せた。中取られてんな。フラグで飛ばない。しっかり敵も。あれだね。お。トロフィー焚いてる。危な。もう一人センター？左来そう。こっからの、どうやって登るんだっけ、これ。顔出してこないな。壁抜き、おお今の壁抜きできちゃうんだ。さすがにあの木の板ペラペラなんだな。ちょっと詰めてみましょうか、もう後半戦。俺死んでる。B 取られたか？危ない。ああ、もう一人、二人がかり来てか。二人がかりでしっかり倒してくる。で、これは、まあ B が競合状態になってるけど、わあ。どうしよっかな。左レーン誰も行ってないから行ってみて。誰もいないな。全員飛行機の中にいる？もしかして。ちょっと俺危ないけど思い切って登っちゃいます。お。ほぉ！よしよし、取れた。ゴリ押しだけど。ははゴリ押し。トロフィーも焚いとこ。おぉ？そこにフラグ入れたい。おお、手前来た。ナイス。最後にミサイル落として終わろう。あ、このミサイル
一発目二発目は自動で撃ってくれるはずなんですけど、なんかガラスが挟んでると自動で撃ってくれないんだね。いや、この辺なんかやばいな。いたね、今いたね。バレてる、バレてる。で、C が取られてるから。あ、ショート。うわぁ。やっぱりしっかり体力回復しきらないと勝てないね、打ち合い。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ、後半戦あんまりキル伸びなかったけど、まあまあまあ、安定にドミネーション勝ったって感じだね。はい、というわけでお疲れ様でした。今回のカスタムは、よいしょ。こちらのね、なんか予約特典でついてくるバリアントをつけました。で、性能とかはね、特にノーマルと変わらないんですけど、見た目が変わってるだけで、サイトは一番上の、マズルも一番上の。で、バレルはこの3番目のやつかな。で、なんか、謎にフラッシュライトをつけてますね。で、グリップも最初、リロードも、あ、リロードじゃない、マガジンも2番目のやつで、で、ハンドルが一番最後のやつかな。これはね、バリアントについてきたので、普通は解除できてないんですけど、まあ、ADS 速度アップのやつと、ストックも最初のやつっていう感じですね。まあ、またちゃんとね、アタッチメント解除できたら、どんどんメタが決まっていくので、そしたらね、ちゃんとクラス紹介したいと思います。というわけで、お疲れ様です。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お疲れ様です。